ちゃんです。え、くださるんですか？何ですかそれ？これはぽよさんの、ちかぽよさんの差し入れです。あいこでしょ。ブーイ。で、私が勝ちましたよね、今。あいかんめっちゃ美味しい。キャラメルの味はめっちゃ濃厚です。めっちゃ申し訳ありません。めっちゃめっちゃ疲れた顔してる。え、そう、ちょっとね、久々すぎて、公演自体久々やのに、あの昼夜なんかめっちゃ疲れました。めっちゃ楽しかった。でも Twitter のおすすめで見て可愛いと思ってフォローしてルームスも登録しました。え、やば、ルームス登録は上級者ですね。ありがとうございます。今夜お疲れ様、ありがとうございます。そのアイス美味しいよね。そう、めっちゃ美味しい。なんかちょっと、なんかサンドみたいなキャラメルです。リッチキャラメル、ザキャラメルでした。めっちゃ美味しい。お疲れ様でした、ありがとう。筋肉痛にはなってない。え、そう、なってないね、まだ。え、見て見て、え、あげるで。食べ食べ食べ。何が食べれる、何が食べれるんやろ。おばあちゃんのハンバーグと肉じゃがとかと、おばあちゃんの唐揚げめっちゃ美味しいね。たまにサクサクやって、めっちゃ美味しいな、やばいわ。ピタゴラスイッチとは、なんかアンジュがピタゴラスイッチって呼んでくるんですよ。ピタゴラ、ピタゴラみたいな。そのピタゴラスイッチ、リトアバの一週間月曜日ならいいのにの髪飾り、よかった、似合ってたよ。マジ、そう、普段ね、普段の研究生なんで公園でね髪飾りつけれないんですけど、つけれたんです。めっちゃ嬉しかった。楽しい。そう、アンジュがさ、アンジュがね、今年手紙書いてくれてたんですけど、なんか高校生の頃のこととか書いてくれてて、思い出して、なんかその当時の辛さとか。あくびしちゃった、めっちゃ気持ち悪い顔してる。見た？見てない。おもろ、めっちゃ、めっちゃ思い出して当時のこと。もうそんなにめっちゃきつくて、たくさん、ね、その記念日の初めての3つの大阪城ホールの、そう、紫やってめっちゃレアですよ。あと学校の舞台の本番直前、本番はバリレアなんです。普段ピンクやったら変わることないと思うな、人も。ほんまに大変だったんですよ。で、もうその練習、学校の方の練習の方で全然参加できなくなってくださってる方が止まりますね。なんかそういう大変赤顔してた。50周年の、ランディさんと、やば、お城のタワー、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。全然喋ってへんわ、さっき。さっきから、どうしよう。ムナキとハチキの壁がいい意味で消えつつありますね。バッチ、確かに。今日はね、ナナキ生さんとハチキ生の人数が同じだったんですけど、ダンスの先生に雰囲気が良かったって言ってもらえたので、伝わってたら嬉しいです。また今度でいいよ。OK です。覚えておいてください。次、ショールームするときに忘れてたら言ってください。泣きわめくし、二人でね、泣きわめいたんですよ。やっと食べれました。ごめんなさい。しゃべります、ちゃんと。昼はもうないんですか？どうなんやろ。けどな、難易度ではもうないと思う。自分のポジションがあるから、ピンクで多分ずっと固定やと思う。紫は意外やんな。私8期生にそのあの服着て通るたびに、え、青なみたいな、めっちゃ言われました。私もめっちゃ意外です、でした。こんばんは。あやぴょんはカップアイスみたいなの食べてるね。そう、なんか2種類あって、私はなんかサンドの方にしました。めっちゃ疲れた、やばい、めちゃめちゃ疲れた、どうしよう。でもなんかさ、もし
明日学校ないマジで信じられへん。ほんまにどうしよう。なんで土曜日に学校あるんやろ。泣きそう。世間はゴールデンウィークっていうのに公園久々に二等園やってからマジと一銀とらんのマジときつすぎ。ウートさんとの裏配信よとったよ。ほんまに。でもな、喋れた。ウートさんと二人でよとった。水分補給したしました。今日めっちゃ暑すぎてびっくりしたよな。めっちゃ暑かってんけど今日暑すぎて、なんか始まる前から暑いから、踊ったらびっくりするほど暑くなってやばかった。土曜は多分ある人とない人いると思うけど、私必修土曜なんで行かないとダメなんですよ。泣きそう。え、ありがとう。嬉しい。お父さんからの手紙想像できなかったの。え、びっくりしました。なんか去年サトタンのラジオでアクエリと水を1対1にするのがおすすめって言っていたよ。あ、なんかでも割ってる人多いよな。割ってみようかな。アクエリとな。嬉しい。お疲れ様です。さつき家勢揃い。ショールームすんの今から。うん、めっちゃしんどい。どうしよう。こんばんは。え、なんかいろんな人がさ、なんかパパ推しになりそうって、パパに推しにしそうとか言うんだけど、ぜひぜひじゃないの。ぜひ。どうすんねん、パパがアイドルとかやりだしたら。びっくりする。困る困る。ひなまと妹が舞台のとこ見かけた。その時多分一緒におった男の人が私のパパです。ショトタンの最近とのラブラブエピソード教えて。最近な、ラブラブはしてへんかもしれへん。普通にライブの時に写真撮ったり話したりしてしただけかな。ラブラブって言われたなと思えてたへんかな。でもナンバラ一緒にまた出れんのがめっちゃ嬉しいです。新名やったりするからめっちゃ嬉しい。やし、サトタンもな、ナンバー5はもっと出てほしいなって思ったりしますよね。あの時は会いました。あの元旦公演の時。あ、いらっしゃいましたね。そう、ナンバラ2回目です。全然緊張する、めっちゃ。なんかな、でもあの今日ちょっと復習したんですよ。そしたら振りはね、まあまあ覚えてて、だからね、ちょっと頑張ればというか、あんま時間なくて、明日は学校やし、まあ学校まで行くんですけど、明日も火曜日もね、学校やってちょっとなんかめっちゃ大丈夫かなって思うんですけど、はい、頑張ります。こんばんは。今日初めて B2 見に行きました。おお、ありがとうございます。そうですね、スワンボートが1位になって初めての公演だったんで。マジ？そうなんです。15分経ったか見えへん。まだか。寒い。朝早く。全然違った。なんかめっちゃ止まってんねんけど。ナンバラ頑張って。ありがとうございます。頑張ります。そう、水曜日って聞いてめっちゃびっくりした。やばいって思ったら、今日なんかめっちゃ日曜日の気分やったけど、まだ金曜日やって耐えました。おじいちゃんとかおばあちゃんとか
ママパパのことよくわかるな。似てるからな、愛香の妹は。よくわかるな、そんな。で、愛香のなんかママと妹とかパパとか緊張する。おばあちゃん見かけたとかいう人すげえ緊張するわ。けどまあね、振り一回やったのはでかいですね。だいぶ思い出す作業なんで頑張るぞ。可愛くないですよ全然。ありがとうございます。立花隼人さん、熊ありがとうございます。ありがとうございます。去年おばあちゃんを見かけた。マジ？よくわかる。おばあちゃんゴールデンウィークで曜日感覚なくなった。え、そう、なくなってもうた。え、マジでなくなった。今日金曜日らしい。なんかセーラー襟の多分私服です。あれ制服では多分ね、見バレとか。金曜日、え、何倍はさ、金曜日、金曜日率めっちゃ高いと思うねんけどな。今日ゴールデンウィークやったら出れたんですけど、金曜日ね必修とか入ってるから、じゃ頑張れば出れるんですけど、そのスケジュールをねマネージャーさんに言ってるから外していただいたりしてて、やたらめ、あの、そう、めっちゃあのめっちゃ出たいんですけどね。金曜日、金曜日以外に難易度が来ることをね、いつも祈ってるんです。ゴールデンウィーク関係なく普通に仕事やったから、明日と明後日がゴールデンウィークの気持ち。え、仕事ある人もいるんか。お疲れ様やな、それは。え、ほんまにそう。そう、ライブとかで、うん、もうね、大学のことをね、もうなんと何も考えてなかった。やば。ガチで、あの、ライブのリハーサルとかあって、なんでラーメン？何分ぐらい経ったの？え、何の話してたっけ？何の話？あ、そう、大学の記憶を消してたよみたいな。え、行きたいんだけど、親に聞いてみるわ。まず、ああ15分経った。はい、ちょっとね休みたいと思います。13位、さきちゃんまんさん、ありがとうございます。12位、ジョーさん、ありがとうございます。10位、きっぺいさん、ありがとうございます。10位、もいちゃん、ありがとうございます。9位、えいきさん、ありがとうございます。8位、いっしーさん、ありがとうございます。7位、奈良のあさぽんさん、ありがとうございます。6位、ひだたこうじさん、あっと昼よりおつ、ありがとうございます。5位、きねさん、ありがとうございます。4位、けんさん、ありがとうございます。3位、ワンタンメンさん、ありがとうございます。2位、りんたくさん、ありがとうございます。1位は挑戦後や、こーちゃん、こちゃんさん、ありがとうございます。当てると名前取らへんけど、ありがとう。ちょっとね、今日は寝よっとな。明日は終わるんで、おやすみなさい。バイバイ。